先ほど衆議院参議院の本会議で行われた総理指名選挙で菅義偉氏が第99代総理大臣に選ばれました。このあと菅新総理は総理官邸に入り、公明党の山口代表と会談した後、閣僚名簿を発表し菅政権が発足します。菅新総理は今夜総理官邸で記者会見を行います。